450H プラスより約 200kg も軽い 350H プラグインハイブリッドフェイとなるレクサス RX450H プラスの市場レポートを車の話では先日ご紹介させていただいた英国では新しい RX の主力として55%のユーザーが選ぶだろうと予想されている ただし、英国ではフェーの税金が、優遇される会社の対応車両として乗らない場合や、頻繁に駆動用バッテリーを充電できる環境が身近にないなら、350H の方が望ましい選択になるだろう。トヨタお得意の走行中に充電を賄えるハイブリッドを積んでいる。システムとしては、自然吸気の 2.5L。 4気筒エンジンといい CVT と呼ばれる変速機。駆動用モーターを組み合わせて前輪を駆動。リア側の駆動用モーターがリアタイヤを動かす四輪駆動となる。駆動用バッテリーは積むが小さく、車重は2 0 0ラム近くも軽い。英国価格は59,950ポンド、約965万円から。 RX450H プラスより約5000ポンド、約80万円もお手頃になる。一方で、駆動用モーターだけでの走行距離が短いため、会社の対応車両として乗ると税金はフェーバンより割高になる。ライバルを挙げるなら、BMW X5 やメルセデスベンツ GLE、ボルボ XC90 のディーゼルターボ版などとなる。 とはいえ、直接的に競えるハイブリッドシステムを積んだモデルは不在と言える。自然なフィーリング運転する楽しさも。発信させてみると、フェイの RX450H プラスより、自然なフィーリングなことへ気がつく。スポーティーな SUV のように軽快に走るわけではないものの、 解凍性は積極的で路面が乱れても落ち着きを失いにくい。流れの速い郊外の一般道を快適に移動できる。運転する楽しさもゼロではないと感じた。ソーダに対する反応が良く、グリップ力が高く、ボディーロールは小さい。軽めの車重が効いているのだろう。ステアリングホイールへ伝わるフィーリングも RX450H プラスより好ましい。適度な接地感が伴う。試乗車は英国仕様の匠グレードで、洗練されたアダプティブダンパーが組まれていた。低速域での入力を匠になだめ、車内を快適に保ち、外界からの隔離性は高い。もっとも通常のダンパーが組まれていても、 RX は乗り心地が良好。高速道路のクルージングを平穏にこなせる。この質感をわずかに濁しているのが4気筒エンジンだ。高速道路の速度域では遠くで働いていることを知らせる程度だが、坂道や高負荷時には頑張っている様子をノイズで教えてくる。音量は抑えられ不快に感じるほどではない。だが、 レクサスらしいラグジュアリーさを高めるものでもない。このあたりは、パワフルな駆動用モーターを搭載するフェイが有利と言える。重い駆動用バッテリーが空になった場合は、エンジンがさらに踏ん張ることになるのだが、レクサスに見合う上質なエンジンが欲しい。燃費は、普段使いに近い条件で平均 13.1km パーリットルだった。 このクラスの SUV としては悪くない結果と言える。しかし、クリーミーに回る直列6、気筒ディーゼルターボを積む BMWX5 と比べたとき、有利に働くとまでは言えないだろう。インテリアは RX450H プラスでも触れたが、ライバルとは異なる雰囲気で居心地がいい。 全般的に用いられている素材は上級だが、プラスチック製部品も残る。トップグレードの匠ではアップグレードされ。プラスチック製トリムはウッドに置き換わる。肌触りの良い本川で仕立てられるエリアも増える。インフォテインメントシステムの完成度は高いとは言えない。システムの操作性は今一つで。 ステアリングホイール上のタッチセンサーも扱いやすいとは感じなかった。シートヒーターは冬場のためかデフォルトでオンになっていた。運転支援システムなどが放つ。電子的な警告音も少々耳障りかもしれない。速度警告は車から降りるたびに自動でオンに戻ってしまう。気になる部分もあるとはいえ、 レクサス RX は装備が充実し、一緒に快適に暮らせる SUV だと思う。通常のハイブリッドとなる 350H の場合は、フェイの 450H プラスより操縦性に優れ、燃費も悪くなく、車両価格も安い。ただし、同クラスのディーゼルターボユーザーを、振り向かせられるだけの実力はないかもしれない。 長距離クルージングを心地よくこなす質感へ見合う。有能なエンジンが欲しいところだ。レクサス RX350H 英国仕様のスペック。英国価格59,950ポンド約965万円。全長4,890ミ、mm、リメートル全幅、1,920ミリメートル全高 1695mm。最高速度、時速 199km0、時速 100km 加速、7.9秒。燃費 15.、15.2、15.9km パーリットル CO2 排出量14、143、149Gkm。車両重量、1965kg。パワートレイン、 直列4気筒 2487cc 自然吸気プラスツイン電気モーター。使用燃料ガソリン最高出力 250PS システム総合。ギアボックス E-CVT。